神田シュート、ロースが入ってくる、ゴール前、ヘディングでクリアしたのは最後神田でした。相馬選手いいクロス上げましたね。中に密集をしていますので、そのスライドをさせたいというふうな意図はあるんでしょうが、さあここからシュートを打ってきました。ルアンのボールは神田が奪って、神田シュート決まった。そしてワイドに半田、山田コート入っています。ゴールキーパー若原コープ北部、失礼半田、左利き中原もついていますが、北部が蹴るようです。内側フリーだー、山田コートがさあ縦に出てきた、半田が持ち出す、折り返し返す、残っている、半田残した。さあ3バックの4バックの右、半田から右にボールを出す。ここに中原がいる、中原のグランドのクロスが入るか、シュートだ、どうだ、決まった。ボールつなぎました。そして前線もう一度バックつないでシュートを持っていった。中原光カップインして左足は持ち味ですが、追い越していった半田陸へ、半田は追いついてクロスを入れてファーサイドから飛び込んできた。フィニッシュ、アラウンド、繋がればというところですが、長崎も2人で取りに行く、かわして半田中を使って左足のシュート、よく触ります。そしていいなら半田立て繋がって林ワンタッチ入っていきます。斜めパス、ラストは山田コーター。半田から今度は右です。ハンダを使う、アメリカピリチース今年山形ボール右、ハンダ中原、中原右のハンダが入っている、折り返しマイナスか。さあ、いただきと前線に入る、落としたボール後ろからシュートだ。ハンダリク中を見る、折り返し加藤大輝、ハンダです。真逆まで行きましたね、ハンダ、はい、加藤早いリスタート、加藤が早めに入れてきた、ファーサイドヘディング、ハンダのヘディングでしたが、マテウスもきナイスセーブ。チューズからハンダリク、カバヤマスルーパス出てきた、加藤か、加藤折り返し、ハンダ。ハンダ中原、内側ハンダ、さあニアゾン取るか、ハンダ折り返し、